はい、皆さんこんにちは、渡辺裕一です。では今回はパーツオブアイアン4カイザーライヒ日本軍プレイ続けていきたいと思います。第一次大戦でドイツが勝利したという、まあ、仮想のシナリオにもとって進むのがこのカイザーライヒになるんですけども、すでにそのドイツは滅んでいます。現在は、まあ、ロシア包囲網という形でロシアを中心とした戦争が展開しています。日本はですね、大東亜共栄圏の建設、まあこれ事実上成功したと言っていいと思うんですけども、こんな感じです。大東亜共栄圏は今、ご覧のような形で中国を完全にね、陣営に入れることができたので、まあ一大勢力になっていると思います。まあただ戦争の状況あまり順調とも言いづらい状況もあってですね、ロシアと激戦中というところです。核を撃ったんですけども、なかなかうまく戦線がね好転しないというところですね。ヨーロッパの戦線でもロシアと、まあ、いわゆるイギリス、フランスの第3コミューン、ここが開戦状態に入っています。ただここに謎な形でですね、イギリス VS アメリカみたいな構造が出来上がってしまっているので、まあ、そこがまあ唯一の懸念点かなというふうに思っています。ではこのまま時間を進めていきましょう。まあ、我々はアメリカとも、そしてイギリス、フランスとも仲良くしつつですね、あくまでも標的は、まあ、ロシアということでね、見定めていきましょう。ロシアはとにかく陸軍が強いですね。空軍に関してはまあほぼ圧倒している状況を作ってるんですけども、陸軍が強くて、まあちょっと手が出ないかなというところですね、今ね。なんでこれをなんとか、まあ打開していこうというところが当面の目的、目標になります。ついに、タイがですね、参戦してくれました。大東亜共栄圏に入ってくれていたもののですね、なかなか軍を前線に送ってこなかったタイなんですけども、タイがついに、ここ、参戦してくれましたね。大きいと思います。フィリピンがね、まだ全然、初期の大東亜共栄圏の加入国にもかかわらず、まあ、なかなか参戦してくれないっていう不満はあるんですけど、まあ、タイが参戦してくれたっていうのは本当に大きいですね。これ、この機を逃さず頑張りましょう。ここはもう惜しみなく核を使いながら殲滅戦に移行しようとしてます。ついに極東アジアのミリタリーバランスをね、この核の力によって、まあ、強引に変えていこうと。まあそういう作戦ですね。多少強引な作戦にはなってますが、なんとしてもここはご了承したい局面なので。そして包囲殲滅戦ですね。ここでまとまった数師団を包囲去ります。まあ、有利なところと不利なところ、戦線が、まあ、はっきりしてきているというのはありますので、まあ、有利なところでしっかり勝ち切るっていうところをですかね、意識してやっていきます。さあ、タイがですね、まあ、さらに頑張ってくれてまして、こんな感じになってますね。まあ、タイを、ここまで期待してなかったので、これは嬉しい誤算ですかね。現在の戦争への貢献度を確認しておきます。日本が、まあ、16% と少し下がってしまった感はありますけど、まあ、その分、中華民国、中国が、まあ、影響力を出してきているっていうところですかね。まあ、核をもう、かれこれ10発以上放ちつつ、殲滅を小刻みにしていってるっていう状態ですね。まあ、すごく効率は悪い戦い方ではあると思うんですけども、まあ、確実に一歩ずつ前進しているというところです。まあ、それに伴って今後の戦い方なんですけども、やっぱり核がないともう、まともに戦線を進められないというのがよくわかりましたので、ここはですね、もう原子炉大国。まあ、これを目指していこうというふうに思います。とにかく、原子炉をたくさん作ってですね、まあ、その分、核の生産能力を上げていこうと。まあ、そういう作戦ですね。ここで兵器の生産について、まあ、簡単にご紹介しておきましょう。まず、戦術爆撃機は飛竜に変わっています。対艦攻撃機は銀河ですね。
で、面白いところで言うとですね、感情爆撃機は水星までアップデート済みになります。まあ、このあたりをうまく使いながら、あとは、核ですね。核攻撃を行って、戦線を進めていきます。もう今や戦い方は、核ありきの超核大国と化している日本なんですけども、まあ先ほどご紹介したように、核の生産能力、これをね、増強するために、今原子炉建設ラッシュかけてます。これによって、今ちょうどスポット開きましたけど、核攻撃で敵の次第にダメージを与えて、そこを突破口に、敵をね、包囲殲滅していくという、まあ、この戦い方、これを繰り返していってですね、まあなんとか状況で打開していこうという、まあそういう作戦になりますね。さて、ロシア軍なんですけども、インドをいつの間にか食ってましたね。これは見てなかった。そうか。大国インドがロシアに、飲み込まれてしまったと。まあそういう状況ですかね。まあただこれ新たな戦線ができたと前向きに捉えてですね、ここに急いで援軍を送って、なんとかね、状況を打開できるように頑張りましょう。まあ正直言っても、極東アジアの戦線はこれ以上どうにもこうにも、うまくコントロールができる状態ではなくなってしまっていたので、まあこれはプラスに捉えます。まあ、なんとかね、このインド方面からもロシアに対して反撃の一撃を加えていくというので、目論んでいきたいと思います。まあちょっとあんまり良くない状況として、フランス、イギリスがカナダ、アメリカに侵食を受けてますね、今ね。なので、イギリス、フランスは、まあロシアと戦いつつ、アメリカ、カナダとも戦ってるっていうことになってるので、まあ状況としてはあんまり良くなさそうなように見えます。なんとかね、ロシア、押し返したいんですけどね。はい。フランスが、降伏しました。まあアメリカがフランスを占領したという状態ですね。イギリスも、まあおそらくこのまま行くとカナダに占領されますね。いや、フランスのこの脱落はむちゃくちゃ痛いですよね。まあカオス状態になってきたな。まあ今の状況、ロシアと日本が開戦。フランス、イギリスとロシアが開戦。そのイギリス、フランスはアメリカと開戦という状態で、まあ、まさに三つどもえの戦いになっているという状況です。まあ、そんな中、脱落しようとしているのが今ご紹介したフランスですね。フランスが脱落すると何が起きるかというと、ロシアの戦力がですね、この我々日本の方に集中してくることが予想されるので、まあ、この戦いがね、ちょっとまた厳しいものへと一段なっていくのかなという懸念がちょっと出てきましたね。はい。というところではありますが、まあ、核を使った戦いをして、一歩ずつ確実に前進するという作戦を今行ってますので、まあ、これしっかり継続しましょう。で、あと心配なのが、この、インドと中国の国境付近の戦いですね。ロシア軍がいつの間にか、まあ、これは完全に僕の落ち度だと思うんですけども、インドを屈服させていてですね、そのインドが、ロシアの手に渡ったことで、南からもロシア軍が迫ってきてるっていう状況です。まあなので、これにもしっかり対処をしながらですね、戦っていく必要がありそうです。では、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。